チャンネルです。この間ヤマダ電機に行った時にモバイルじゃないや、あれもうすぐ名前出てこないよね、ゲーミングヘッドセットとマウス買ったんですよ。でその時に、はい、iPod Touch のカバーね、見つけたんです。その時にね、今まで昔の iPhone かなんかのこのカバー使っていて、この厚みがねブカブカだったんですよ。で周りもね若干緩かったんでね、落ちることはなかったんですけども、ちょっとね持っててやっぱりねブカブカでなんか不格好だしなんかあれだなと思ってね思っていたんですけど、たまたまねオーディオ関係の方を見ていたら、まあ iPod Touch 考えてみればそこにねあるのは当たり前なんですけど、その時気づかなくて、まあ、ずっとねこれ探していたんですよ。でまあ値段の方800いくらしたんですけども、あ違う1200円ぐらいか、これがねたまたま本当にカバーがあったので、購入してきました。でつけたところねやっぱね全フィット感が違うんですよ。もうね薄さ、持った感じの薄さがね、iPod Touch のものより若干ね気持ち本当に厚くなったかなっていうぐらいしか感じない、もう持った人がなければね全然感じないぐらい軽いです。今までのがねどんだけ分厚かったんだっていうことなんだけど、であとはですねここにねストラップの穴が開いてるやつがあったんですよ。だからまあこれでもいいかなと思ってね、これ買ってきたんですけども、別にストラップはつけることもなさそうです。で今までねヘッドホン端子マイク穴のところにねちょっとね厚みがあったので、このマイクつけられなかったんですよ。つけてもなんかノイズがザザザって入ってたんですけど、これだとねちょうどいい厚さで薄くて、干渉もしないのでね、これでこんな感じで、はい、マイクも取り付けたまんま、動画が撮れるとまあいうことなんです。まあそれはいいとしてね、この薄さをね今までどんだけスポイルしてたんとね。でこの薄さのおかげでねやっぱりねこれ iPod Touch いいなっていうの再確認ですよね。この薄さだからいいんですよ。この小ささだからいいんですよ。充電がね、少なくてねすぐにバッテリーが切れるっていうのは別にねすぐ充電すればすぐ復活するっていうのとあまり変わらないんでね、とりあえずはいいんですよね。バッテリーが小さくても何でもすぐ充電できるから。で充電した時にねなんだろう、この薄さのおかげで、まあ、容量は小さいんだけど薄さのおかげで持ちやすいとかね、動画の撮りやすさっていうのがあるわけなんですけど、逆にこれ薄くなったおかげで、これはい、マンフロットのこのスマートフォンを挟んで、こうやってね置くフォルダー、これをね入れようと思ったらね、これってねグラグラなんですよ。これ要するにこれがうまく機能してない状態なんですよね。なのでこれ使いづらくなっちゃったんですよ。でこれ何がいいかっていうと、頭のところにほらこのホットシューね、固定するやつがあって、これでここにねライトをつけて、まあ、それで撮ろうかなと思ってたんですけど、これがうまく使えないんですよ。だからね薄くて軽くなって使いやすくなってやったーなんて思っていたところなんですけども、これがちょっとね使えない。もしくはねこれにねちょっと細工をして、もしくはこっちにね細工をして挟み込めるようなね、そんな細工をすれば使えなくもないんですけども、そこまでする必要がまああるかどうかというと多分ないと思います。っていうのは手軽に撮れるからこれなんですよ。で簡単に撮れてね、そして動画の編集もこれでできますので、これでできるからこれなんですよ。だから私これ 32GB の iPod Touch なんですけど、これもしかしたら 128GB のやつね買ってもいいなんて思うぐらいすっごいいいです。これ本当にね、もったいないんですよね。 32GB っていうとね使える容量、アプリを少し入れちゃうとね 10GB ぐらいしかないんですよ。その 10GB ってね動画でどれぐらいだろう、3時間も撮っちゃうともういっぱいになるぐらいなのかな、もうちょっと2時間ぐらいかもしれないんだけど、もうそれぐらいしか撮れないのでちょっともったいないなっていう感じです。ただね画質かな、
画質自体はねそんなに今の iPhone と比べたらもちろん全然悪いはずです、まあ、だけどねフル HD でこのバックカメラでね明るい時に撮るんであれば全く問題なく撮れますので、これいい、もう再確認ですよ本当に。いいな、薄くていいな、軽くていいな。もともとがね 88g でね、このカバーをつけたところで多分 100g ないんですよ。この大きさ、そしてこの薄さ、もうこれ本当薄いですこれね。もうこの薄さでね、もうポケットに入れとくと忘れちゃうぐらい軽いわけなんですよ。まあそれは言い過ぎかもしれないんですけど、まあ、それぐらい軽くて薄くてね、存在感のないものなんですけども、これがやっぱりね私動画を撮る上でねすごいいいんですよ。小さくて軽くて、それでいてそこそこの画質で撮れるっていうのはね、もちろん暗ければノイズザラザラです。もうその辺はね、暗い時にはもう諦めて一眼レフを使えばいいだけの話であって、明るい時にはもうこれで十分でね、このカバーをつけたことによってね何がいいかっていうのはもちろん気づくつかないところ、ね、で何がダメかっていうデメリットっていうと、デメリットっていうとね、デメリットこれ熱暴走とか多分そんなしないと思うんですよ。だからデメリットないんですよね。iPod Touch 自体が小さいので多少大きくなって多少重くなったところで軽くて小さいんですよ。だからデメリットってこのカバーをつけたとしてもないんですよね。だからねデメリット家といえばでかくて重くなったそれだってもう本当にでかくて重くなったところで今のね現行機種の iPhone に比べたら小さいし、その他スマートフォンいくら軽いものとね比べたとしても軽くて薄いわけなんですよ。だからねそれデメリットなんないんですよ。ただ iPod Touch を使っていた時のデメリットとしては重くて大きくなったっていうだけなんですね。であとはですね、やっぱりね iOS アプリの安定度がもしかしたら Android より上かなっていうような感じはしております。両方とも使っていて動画の編集なんかもね、こっちでも使ってやってるし Android でもやってますけども、なんかねアプリの安定度なんかこっちの方がね多分そんなに使ってはいないんですけど上のような気がします。だそういった意味でも iOS はまあ使いやすいんだろうなっていう気がします。私が気になっているのは本当にね以前の動画でも紹介した通り、ファイルのやり取りがめんどくさい、ファイルの管理がやりにくいっていうだけの話であって、こういったものをね使い込んでいくうちにね何が一番ストレスになるかっていうと、やっぱり使いづらさというかね安定度なんですよね。どんなものに関しても安定して想定通り動いてくれるっていうのがねやっぱ一番のストレスのない、ものなんですけども、こういった毎日使ってるものとかに関して言えばちょっとしたことでやっぱりストレスってどんどん大きくなってくるんですよ。だけどそれがね安定しているものであれば全然ねストレスっていうのはねほとんど感じないと思うんですよ。そういった意味でやっぱりね iOS はいいのかなという感じはいたしました。しかもねこの iPod Touch 多分ね本当人気ないんですけど、他の機種に比べてね、もちろん音楽を聴くためにこの軽さ、ね、このバッテリーで持つんですけども、ただ私動画を撮っていてもこれでもやっぱりいいなと感じるわけなんですよ。だからそういった意味でもねこれはやっぱりちょっとしたところでメモ用との動画でもいいでしょうし、私がねこうやって YouTube で撮っている動画でもね使い方によっては十分使える性能があるということです。ということで、今回はねこの iPod Touch のカバーを専用のカバーを見つけたことによって、この iPod Touch いいところを再確認いたしましたという動画でした。